スティーブ・エリクソンという小説家がいるんですけど、黒い時計の旅という作品をご紹介したいと思います。呆れるぐらい壮大な話で、もうついていくのがやっとっていう感じで、もう時系列もむちゃくちゃで、めちゃくちゃアバンギャルドの話なんですよね。この物語の語り手は、まあ、幽霊なんですね。原始の作家とよく言われてて、原始ですね、あの幻を見ると書いて、何かの幻を常に見てるんですね、スティーブ・エリクソンは。我々の今生きている世界とは違う世界線がどっかにこうあるっていう、そういうその分岐点から収束点までの分かれた部分の真ん中に一つの島を設定するんですね。だバニング・ジェン・ライトのこのポルノ小説によって歴史が大きく変わってしまう。ヒットラーがもし戦争に勝っていたらっていう世界線を描いてるんですよね。はい、どうも朝日です。今日もですね、まあ文学の話をしようかなと思いまして、今日もアメリカの小説家ですね、スティーブ・エリクソンという小説家がいるんですけど、まあ、彼の本を紹介しようかなと思いまして、スティーブ・エリクソンは、まあ、前回ねリチャード・パーズっていう作家を紹介したんですけど、リチャード・パーズと、まあ、同じ年にデビューした同期ですね。で同じく日本でも結構人気があって、まあ、柴田元幸さんがまた結構紹介されてて、翻訳もされて、全作品に近いぐらいやっぱりあの翻訳刊行されてますね。まあ、越川義明さんが翻訳されたりとか、されてますけれども、で同じく80年代後半のポストモダンを、まあ、支えた、重要な人物ですね。まあ、80年代後半っていうのは、まあ、その前のポストモダン文学みたいなものがちょっとこう人気なくなってって、もっとちょっと違ったリアリズムみたいな小説がすごいもてはやされた時期なんですね。まあ、ミニマリズムとか、そういうレイモンド・カーバーみたいな人たちですねが結構流行ってた中で、ちょっと新たなポストモダンみたいなものをリチャード・パーズとかスティーブ・エリクソンとか、まあ、デイビッド・フォスター・ウォレスとか、まあ、そういう人たちがやってったというっていううちの一人ですね。彼の小説も1989年の作品ですね、黒い時計の旅という作品をご紹介したいと思います。まあ、この小説はね、もう呆れるぐらい壮大な話で、もうついていくのがやっとっていう感じで、もう時系列もむちゃくちゃで、もう幻想的でシュルレアリスムっぽくて大変な話で、まあ、第二次世界大戦を扱った、まあ、歴史改変小説と一応言うことができるんですけど、まあ、歴史改変小説っていうとね、まあ、もっとちょっと SF 的なジャンルでよくありますけれども、これはね、あのヒットラーがもし戦争に勝っていたらっていう世界線を描いてるんですよね。まあ、この世界線はね、あのフィリップ・ケイ・ディックが有名な高い城の男っていう小説を書いて、まあ、これがこのナチスドイツがね、あの戦争に勝っていたらっていうような世界線を描いてる歴史改変ものなんで、まあ、それと、まあ、ある種比べられるようなあのストーリーではあるんですけど、ただこの話はね、もうそういうこの歴史改変ものというにはもう恐れ多いぐらいめちゃくちゃアバンギャルドの話なんですよね。で一つは、まあ、スティーブ・エリクソンはもう原始の作家とよく言われてて、原始ですね、あの幻を見ると書いて、何かの幻を常に見てるんですね、スティーブ・エリクソンは。で、まあ、そのうちの一つは、まあ、はっきり言って幽霊なんですよね。もう死んだ幽霊たちが普通に出てきて、普通に会話をして、で普通に何かを物語っていくっていう。でさらにはこの歴史改変ですから、その広い歴史全体を原始しているっていう風な感じですね。でその原始っぽさが もうものすごく幻想小説っぽいんですよね。まともなリアリズムの小説じゃなくて、書き方がもうとことん幻想的で、ちょっとある意味何やってるか分かんないような漠然とした描写がすごい多いんですよね。でこれはちょっと前に南米で流行ったマジックリアリズムっていうような手法とすごい近くて、まあ、南米の、ね、まあ、その時期の小説読んでたら、まあ、普通に幽霊とかが普通に生活の中に出てくるんですよね。普通のリアルな話だけど、もう死んだ人が普通に出てきて会話に入ったりとか、まあ、もしくは300歳ぐらいまで生きてるおじいちゃんが出てきたりとか、翼が生えている天使みたいな人が出てきたりとか、まあ、そういうのが普通に、入り込む感じがスティーブ・エリクソンの中で常にあって、スティーブ・エリクソンはそういう意味で幻想文学的な語られ方をされるし、でシュルレアリストっていう言い方もされるし、柴田元幸さんなんかスティーブ・エリクソンのことを情熱のポストモダニストと、呼んでますから、そういうこうポストモダンの中でもものすごい不思議な幻想的な、小説を書く人ですね。
まあ、さっき言ったようにこの話はナチスヒトラーがもし戦争に勝っていたらっていう、まあ、歴史改変ものなんですけれども、この話が面白いのはその歴史改変の改変されるその点とその回収される点、2つの点を提示しているところなんですね。まあ歴史改変ものってこう私たちの本当の現実とは違うパラレルな世界が平行にあるようなイメージがあるかもしれないですけど、こう平行にこう世界が横並びにあるような、でもそうじゃなくてある地点までは一緒なんですよね。同じ世界があってどこか一点で歴史がバッと分かれて二手に分かれて、で我々の今生きている世界とは違う世界線がどっかにこうあるっていう、そういう分岐点があるはずなんですよね。でスティーブ・エリクソンはその分岐点をはっきりと提示したんですね。どこで分かれたかって。でさらに言うとその分岐した世界がまたどこかで交わって一つに戻るっていう、この帰っていく点、収束点みたいなものも設定してるんですね。その分岐点から収束点までの分かれた部分ですね、その分かれた部分の真ん中に一つの島を設定するんですねこれがもうわけわかんないですけど、だから歴史が一つの川だとして、その川がある時点でこう分かれて、で真ん中に島があると、その島をぐるっと囲んであるところでまた川が一つになって繋がっていくみたいな、まあそういう、もう実際に現実の場所として設定しているんですね。それがダブンホール島っていう島なんですけど、この物語はこのあるダブンホール島というね、あの島を舞台にして、そのダブンホール島に生まれ育った少年の話から始まるんですね。まあ約ね30ページぐらいですかね、約40ページですね、40ページぐらい、あの最初にこのダブンホール島の少年の物語があるんですけど、これはいわばもう一番最初の小話みたいなもんで、まあ、どういう話かっていうと、ダブンホール島っていうところで、少年が生まれ育ってお母さんと二人暮らしでね、でそこはまあ中国人がすごい多い地区なんですけど、白人は自分とお母さんだけで、でそこで、まあ少年の頃暮らしてたんですけど、ある時母親の部屋に入ったら母親がいて、母親の足元に全く知らない男の人の死体が転がってたのを目撃するんですよ少年は。でその死体を見た瞬間、なぜか家出して島から本土への渡し船みたいなものに乗って、島を脱出すると、家出するんですね。渡し船で本土に着いて本土に降りる勇気がなくて、降りずにそのまま船に乗ってまた島に戻ってきて、でも島に戻る勇気のも嫌だからずっと船の上にいるんですね。まあ、私船をやってるおっちゃんがいるんですけど、そのおっちゃんと一緒に共同生活しながら、その私船の中だけで生活していく。まあ、その私船はまあ観光客がね島によく訪れるから、その観光客を島に渡すための船なんですけど、ある時その観光客の一人に恋をして、少年がで、観光客の女の人が島に行ったのを追いかけようと思って、探しに行くんですね。それがもう本当に10年ぶりぐらいに島に降り立つんですけど、まあもう10年間島のすぐそばにいたんですけどね、私船をやってるんで。ただ10年ぶりぐらいに初めて島に降り立って、で女の人を探して、で最終的に自分の母親と出会うんですね、10年ぶりに。で出会った時に、あの時に見た、その10年前に家出するきっかけとなったある死体、全く知らない男の人の死体が蘇って、その母親と少年に向かって語り始めるんですね。私の物語を語ろうって言って、そして俺の名前はバニング・ジェーン・ライトと言い始めて、そこからこの黒い時計の旅という物語が始まるという、話なんですね。なので、まあ、そこからバニング・ジェーン・ライトの話が始まるんですけど、要するにこの物語の語り手は、まあ、幽霊なんですね。もうすでに死んだ男の人、しかも10年以上前に死んだ男の人が幽霊となって、少年と母親に語りかけてくるっていう、そういう設定なんですね。ダブンホール島っていう島がその川の分岐点にある、島なんですね。まあ、ある歴史が2つに分かれていく、その中間地点ですね、っていうのをまあ示していると。ものすごい霧が出やすい川で、こう私船で本土から島に渡っていく間に突如として霧がバーって出てきて、全く視界が何にもなくなる瞬間があるんですね。もう真っ白みたいな。でバーっともう本当にまるで
この世界にこの船と自分しか存在してないからの瞬間が一瞬訪れて、でふわーっと霧が晴れて、で島に着くっていう、なんていうんですかね、この物語で描かれているある歴史がどこか一点で帳尻が合わなくなって、あ、なんか横道にそれ始めるっていう、この、まあ、その一個の歴史のカーブみたいなものを現実の舞台として設定しているっていうところが、まあ、ものすごい面白いですね。まあ、この物語の構造みたいなものをこの島に設定して、この島はだんだんこの物語に関わってくるんですけど、まあ、そこからバニング・ジェーン・ライトという人の物語が始まるということですね。まあ、この幽霊ですね、バニング・ジェーン・ライトという男が語り始める、彼自身の物語っていうのはどういう物語かっていうと、まあ、彼はまあ不遇の人生だったんですけど、まあ、少年時代にもうものすごい悲惨な、ことがあって、まあ、家出して、まあ、なんだかんだあって、ポルノ小説を書き始める、ポルノ作家になるんですね。でポルノ小説を書いてたら、あるもう大金持ちの顧客がついて、私のためにポルノ小説を書いてくれって言われて、で大金が入り込んでくるんですね。でその依頼主っていうのは誰なのかよく分かんないけど、エージェントを通して自分にポルノ小説を書いてくれっていう熱狂的なファンがつくと。バニング・ジェーン・ライトはそのポルノ小説を、依頼人のためだけに書いていくようになるんですけど、だんだん分かっていくんですけど、その依頼主というのが、何を隠そうアドルフ・ヒトラーだとっていうことなんですね。なぜヒトラーがバニング・ジェーン・ライトにポルノ小説の執筆を依頼したかと言いますと、バニング・ジェーン・ライトが書いてたポルノ小説の、まあ、ヒロインというかね、まあ、ポルノ小説ですから、相手がいるわけですね。その女の人の、まあ、描写がヒトラーの姪っ子にそっくりだったっていうことなんですね。でヒトラーと姪っ子、まあ、ゲリーという姪っ子はの関係性っていうのは、まあ、どうも恋愛関係にあって、ヒトラーは本気でゲリーと結婚しようと考えていたんじゃないかとらしいんですね。で、まあ、まあなんだかんだあっていろいろ吸ったもんだあってゲリーは、まあ、自殺するんですね。でヒトラーはそれで本当に、悲しんで、まあ、これから戦争で他国を攻めていこうっていう、この政治的な偉大なる指導者、としての立場が脅かされるような、もう手につかないぐらい本当に悲しんでたらしいんですね。っていう時にバニング・ジェーン・ライトの小説、ポルノ小説がそのもう亡くなったゲリーの面影がすごいあると、だからこの物語をもっと作ってくれっていうふうなことを、ヒトラーはバニング・ジェーン・ライトに依頼すると。でバニング・ジェーン・ライトはそれを書いて莫大な金が入ってくると。これは、まあ、ある種こう政治的な、こう政策というか、だからヒトラーがこう政治が手につかないような状況なんで、こう側近たちが何とかしてこう慰めようとするわけですね。その救いの一つがバニング・ジェーン・ライトのポルノ小説なわけですね。もう亡くなって叶わなかった恋がその物語の中でもう壮大にエロチックな形で、妄想としてこう継続されていくっていうね。それによってヒトラーは元気を出して、こう政治的にこうどんどん手をつけるようになっていくんですね。ただそこで何が起こるかというと、ヒトラーはかの有名なバルバロッサ作戦という、壮大な作戦を中止するんですね。まあ、バルバロッサ作戦っていうのは、ナチスドイツが、まあ、当時のソ連の方まで攻め入っていく作戦ですね。でウクライナを占領したりして、でそれからさらに、モスクワの方まで行くと、っていう戦いなんですけど、まあ、それは史実としては、まあ、大失敗するんですね。で、まあ、最初は良かったんですけど、だんだん攻められてって、まあ、スターリングラードの戦いで敗れて、でどん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 後退してって、でまあそれが最終的に、第二次世界大戦で、連合国軍が勝利する、ナチスドイツが敗北する、まあ、原因になった作戦なんですね。でヒトラーはこのポルノ小説をこう読んでいくにあたって、なんとなく正気を取り戻してまあ正気というのか分かんないですけど、バルバロサ作戦という膨大な作戦を中止することを選択するんですね。でそれによってまあ歴史が動いて、ナチスドイツが第二次世界大戦で勝利するという、もう一個の歴史が動き出すっていうことなんですね。だからバニング・ジェーン・ライトのこのポルノ小説によって、歴史が大きく変わってしまうっていう、ところなんですね。
でアドルフ・ヒトラーはそのバニング・ジェン・ライトのポルノ小説の中にもう亡くなった姪っ子の姿を重ねているんですけど、一方でバニング・ジェン・ライトは街中でたまたま見かけた美女をそのポルノ小説に描いてるんですね。だからこのポルノ小説の中で描かれているこの女の人っていうのはバニング・ジェン・ライトにとっては街中でたまたま見た美女、あの女性は誰なんだっていう、こう探し求めてるんですけど、その人を勝手に小説の中に登場させて、でアドルフ・ヒトラーは同じ小説の中に姪っ子を見出していると、まあ、だから読者と作者が思い描いているこの人物っていうのはもう全く乖離してるんですけど、まあ、それらがどん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 加熱してって、ポルノ小説の様相もだんだん変わってって、で歴史もどんどん変わっていくっていう、でその歴史の、分岐点にある、まあ、島ですよね、ダブンホール島で、このバニング・ジェン・ライトは最終的にそこで死ぬんだとっていうことが最初から提示されてるんでっていう感じなんですね。なので、まあ、ものすごい壮大な第二次世界大戦のもう一個の歴史を描きながら、その歴史の分岐点みたいなものを島によってこう一個象徴的に表して、でそれが、まあ、ポルノ小説というものの核ということで、それを書いたものは何を示しているのかっていうのが読者によって、著しく違うって受け入れられ方をされる、それ書くことにも救いがあるのか、で読むことにどういう救いがあるのかみたいなものを めちゃくちゃ織り込みまくりつつ、でもうものすごい幻想的な、もうそもそも幽霊が話してますからねこの話を、ものすごい幻想的な書き方をされてて、たった一文で数十年が経ったりとか、たった一文でもう15年後とかなったりするような、ものすごい時間感覚が不思議な、書き方をされてて、まあ、それはちょっとマジックリアリズム的なあの雰囲気もあって、まあ、とにかく幻想的でシュールで、でもものすごくしっかり書かれた歴史小説でもあるっていう、ところが、まあまあ、これぞポストバランっていう感じですね。まあ、リチャード・バーズのね、あの前回紹介した舞踏家へ向かう3人の農夫って話も、まあ、めちゃくちゃ変な時間感覚を持った、一つの歴史の話ですから、でそれもただの本当の歴史じゃなくてフィクションとしての歴史みたいなものですよね。リチャード・バーズにしてもこのスティーブ・エリクソンにしても本当の、ジャーナリズムとしての歴史、小説ではなくて、このフィクションとしての大嘘の歴史を描くっていうこと、嘘っぱちの物語を書くっていうことがどういうことなんだっていうのをお互い違った角度から取り組んでるって感じですね。なぜ小説家というものは嘘の物語を書くのかと、それに何の価値があるのか、でどういう意味があるのかっていうのを、2人とも本気で、問い直そうとしているというところに、この80年代後半のポストモダン性が垣間見れるかなと思いますね。まあもう本当にやたら壮大で、原始というのはこういうことを言うのかとっていう感じがよくわかる一作ですね。まあ、スティーブ・エリクソンは他にも、たくさん翻訳されてますから、気になった方は、まあ、これ文庫で手に入りますから白水 U ブックスでね、買えますんで気になった方はぜひ、読んでみたらいかがかなと思います。今日はスティーブ・エリクソンの黒い時計の旅についてお話ししました。以上です。ありがとうございました。